三ツ矢長井 vs 高一郎木村赤馬と30分一本勝負を行います。赤コーナー182cm 92.7kg サブミッションアウトロレスリング木村高一郎。切れ味の鋭い関節技とアマレス仕込みのタックルに定評があります。木村高一郎 95.8kg リングスジャパン長井三ツ矢。キックの破壊力には定評があります。今までにないキックをしたいとした全く新しいスタイルのプロフェッショナルレスラーを目指します。長井三ツ矢。田中さん、はい、この長井の表情、今回にかけるものがありそうですね。緊張しながらも、ね、思いっきり気合が入ってますね。いろいろいいロックです。ロックいいですね。立ち上がりから思い切っていく、というその言葉通り長井ロックから入りました。もうリングスでも日本人同士初めてですしね、はい、長井選手にとっても日本人相手っていうのは初めての試合なんですよね。角田、カーマン戦に次ぐですね、もう楽しみな試合になってるんですけども、ファンの間では本当にこの長井木村というのは面白いという評判が ねありまして、実に期待の多い一戦です。赤アウト。独特の少し背を曲げた体勢からローキックを打ってまいります長井ですが、木村も負けていません。また、あ、年齢もですね、身長体重ですね、ほとんど差がありませんから、長井選手はちょっと体が大きいぐらいで、いい試合になるんじゃないですかね。田中さん、はい、長井はこの試合に関して何か言ってましたか。とりあえずですね、この試合はね、腕を取られてもギブアップしないと、ね、関節が決まってもギブアップしないなと言ってね、逆にそれが脅威にならなかったらいいんですけどね。そのあたりどうでしょう。足を固めにきます木村光一郎。木村にとっても負けられない一戦。そうですね、この2人の試合はどうなるか分からないですね。足を取ります木村光一郎。リングのちょうど中央上、不利な体勢は長い、もつれ合うような形で両者腕乗ってますよ。関節技を狙っているのは木村光一郎です。上になっています。一方ここは防御、徹したいのは長井光也。長井にとっても負けられない一戦、先の有明大会でジェラルド・ゴルドーに負けています。しかしそのファイティングスピリットは大きな評価を得ました。いや、長井選手もですね、木村選手も前回の有明では非常にいい試合しますからね、負けているとはいえ、もう精神的にもですね、かなり成長していると思いますね。足を取った木村、アキレス腱固める。これは危ないぞ。落ち着いてますよ。やっと中途半端になります。しかし木村にとってここは大きなチャンス。やっとロープ、長井選手が最後レッグロック取りましたね。しかし見応えのある攻防でしたね。そうですね、長井選手慎重ですよ。足を取りに行きました木村。やはり木村にとってはサブミッションを狙う。ただね、長井選手もですね、この寝技で絶対負けないという意地はありますね。それが見え見えですね。フェイスロックですね。グラウンドではもう釣れています。だけど今長井選手、自分の左手を挟んでますからね、はい、これは大丈夫です。立ち上がった。さあ首を絡みにいく。これが切れたらあれですよね。危なかったですね、うん、長井立ち上がります。やっぱり寝技がポイントになるんじゃないですかね。寝技がポイントになりそう。それと長井選手がね、いい体勢に持ち込むんでしたらですね、このローキックじゃなくて顔面のキックですね。ハイキックですか。ハイキックです。さあそのハイキックが出るか。ミドルキックを取られた。逆に小手強烈に入りました。木村の表情が変わりました。木村のキック、木村のキック、木村の表情が変わった。木村の表情が変わった。アクアバウト30分一本勝負。木村の小手、この続きもすごい気合満々。さ
相当な気合が充満しています木村小一郎。足を取った翔平、空振りタックルに行った、腰を取った、うまいタックルを、はい、突きをついて一瞬の間にバックを取りました木村小一郎。青コーナーの近くバックを取っています木村。長井もかなり防御を練習します。下からあの手を入れてですね、あの腕をクロスしているような防御になっているんですよね。練習の成果が出ています長井。木村が上体をピタリとつけて、やはり首、そして肩を狙います。今は完全に首を狙っています。右側ロープです、右側。苦しい状況長い。このままスタミナが消耗しますと後から効いてまいります。とにかく谷川さんと先ほど取材をしたときに、長井はやりますよ、そうですね、今回はやりますよ、絶好調だってしますね、あのね、そのやりますという言葉はね、あの勝つ負けるというやりますよりもね、こういう2試合をしたらそれであの十分報われる言葉なんでね、ベストを尽くすということですね、はいはい、そうです。あとハイキック取られた、うわっとこれはフライングキック、ニールキック当たっている。しかし木村は逆に力を増したようだ。負けてませんよ、決して負けていません木村。長井のタイミングのいいフライングニールキックがありましたが、決して負けていません木村。さあこれはどういう状況になっているのか。木村選手狙っているんですけどね、なかなか入れないんでしょうね。長井選手やっぱりどうしてもやっぱり寝技では木村選手の方があの先手を取ってしまうんで、先ほどの小手をですねいかにうまく使うかということがですね今後の突破口になると思いますね、はい、でもディフェンスはよく研究してますよ長井選手も。なかなか木村選手があの攻めあぐんでますからね。少し疲れが見えてきたか木村浩一郎、なかなか攻められません。田中さん、はい、こういった小康状態はどう打開したらいいんですかね。そうですね、もう打開のしようがないですね。ですからレフリーが軽くブレークかけてやるかですね、レフリーが声をかけてね、そこでファイトを命じるなりのことをあのした方がいいですね。なるほど、はい、そうすると下手に動かないで捕らえるときには捕らえる方に回ると。そうですね、ローキック、右のローキック強烈です長い。左のローキックは木村だ、負けていません。ハイキック両者の駆け引きが伺えます。それぞれ張り手が当たりました、表情が変わりました、それを笑顔で隠します。駆け引きを感じます。組んだ形、ロープ際ですが、長い木村、これからの格闘界を担う若者同士。こういう時はあの膝蹴るのがいいですね、長い選手。その膝蹴りが出るか、正面強烈入った、正面。前回はゴルドーの老快さに負けました長井。長井にとってはしかしやりやすい相手ではありますね。そうですね、ストレートに来ますからね。足を取った、倒れて、あっと膝蹴り、これは強烈ローキック。やっぱり長井選手はさっきの小手のコンビネーションいいですね、はい、田中さんのことでだいぶ練習した、ただね、本当にあのボリー打ちのパンチ打ちをね、もうちょっとやっぱりもう一つこういう試合はね、もう一つの武器がお互いにあればですね、いいんですけどね。まあその武器を出す前にあの先ほども言ったようにですね、冷静に冷静に戦うことも大事ですからね。少し両者やはりボルテージが上がりすぎてますね、はい、もう少し戦況を見てもいい。木村選手がですね、タックルがうまいんで、先ほどから長井選手がローキックってもローキックの蹴り足も取られちゃうんですよね。やっぱり一発のパンチも大切なんですけども、こういうタックルがもう打撃なんですね、そのまんま。このタックル、試合前は本当に静かな静かな木村浩一郎ですが、ひとたびリングに上がると豹変します。首を押さえています長井が下、木村が上。
カニバサミで挟んでいます。ブレイク、ここでブレイク。さあそれぞれスタミナが心配されます。焦点来たら突っ込んじゃん。タックル気をつけてください。リングス初の日本人同士の対戦、若手同士、永井と木村のアッカーバウト。焦点顔面を張ります。相手だいぶ待ててる。相手スタミナ面でも長い、ちょっと心配されます。コンビネーション、もう相手死んでるよ。待ててる。前出て、前出て、前出て。谷川さん、はい、やはり少し動きが鈍くなってましたね。そうですね、ちょっと膠着状態というところでしょうね。そうですね。あ、膝ですね。これはかかとを固めに、いや違う、首を固めにいった木村。今一瞬膝を狙ったように見えましたね。膝十字に行こうとしながら首を狙ってきましたね。はい、これ入ってます、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 入ってます。シュートサインが出ています。さあどうだ、危ない、長い、危ない。ちょうどひっくり返したことによって外れましたが、これは長いが危ない。バックを取る、腕も首を取った、キモが取った。さあどうだ、入っている、入っている。ロープか、もつれ込んでいるが、うまく木村選手うまかったですね。あのレシピを狙うふりをしてですね、首いったんですよね。こういうコンビネーションで長谷選手が気をつけなくちゃいけないですね。完全に木村は長井の首狙い。そしてこのタックル、腕ひしぎを狙うような形でフェイントをかけて木村、首を取りに行く。これもう気力勝負ですね。これ息抜いちゃったら取られちゃいますからね。両者の息遣いが伝わってまいります。放送席疲れています。木村長い、相手待てて、立ってごらん。アクアバウト30分1本勝負、すでに20分を経過していますが決着はついておりません。リング中央、タクタクタク、木村光一郎、首ごっちゃです、首ごっちゃです、首ごっちゃです。長谷選手初めてあの関節仕掛けるチャンスになってきましたね。ここはどう攻めるか。長いちょっと位置が悪いですけどね、ロープ際で。中でトラ、相手休ませないで、ここ勝負だから。見ろ見ろ、ゴールボール陣間合いを詰めます。長い、正直正直、さあ膝膝膝膝、さあロープが追い込んだ。木村膝です、ここ本当に膝いってほしいですね。だから相手バージでます。キックがほとんど出なくなりましたね、両者。ローから先に行け、先にローキック、田中さん、はい、ここまでの永井はどうですか。そうですね、やはりあの先言ったようにですね、自分のスタミナが配分ですね、はい、これがもう少し、ね、上手くなればいいんですけどね。ちょっとやっぱ落ち着かないとダメですね。ブレイクだろ、もうスタートの時から本当に一体一体という感じでね。そうですね、だから試合全体にリズムがないんですよね、はい、そして尻すぼみになるというのが一番いけませんもんね。正面の小手、これは外れています。防御されています。木村タックルに行きます。腰を狙います。膝蹴り、これは強烈。来ましたね、来ましたね。長い、ここはチャンスだ、長い、ここはチャンスだ。強烈な膝蹴りが入って、さらに関節を狙いたいが、両者離れます。木村のファイティングスピリットはしかし衰えていません。
足をかけて倒す。さあここで関節か、木村やはり首を狙います。フェイスロックになってます。首傾いてますね。一番恐れていた長井の首、ちょっとよく見えないんですけども、まあ、大丈夫ですね。長井選手手が入ってますからね。入ってますか、はい、決まっていませんね。まだ大丈夫だと思います、はい、あ上体を上げる。さあ力が入っていく。さあどうだ、さあどうだ、さあどうだ、シューティングポーズ、シューティングが出ている。あ、決まってますよ、決まってます。これはどうだ、足がロープに伸びています。長井選手エスケープ2です。長井のロープエスケープ、ロースエスケープ、ロープエスケープ3回でダウン1回と数えます。反骨魂長井の小手、どっと崩れた木村、赤コーナー、木村もなかなか決め手にかけます。タックルに行く、左足から背中に回る。グラウンドもつれ込んで両者、木村としてはそうですね、もうちょっとあの長井選手が関節を逆に仕掛けてくると入りやすいんですけどね、完全に亀のように、ね、防御に徹してますから、はい、長井選手としてはこれでいいんですけども、木村選手はやりづらいでしょうね。おー、長井の焦点、すごい音が出ました。あと木村を追った、さすがに木村も若い、表情を変えます。またタックルに行く、再三このポーズがあります。25分経過、谷川さん、はい、しかし木村としてもなかなか攻めきれませんね。そうですね、木村選手が寝技で、中村選手、長井選手このさあ森保さん、膝蹴り木村を捉えている、想定から、しかしタックル、あ、よく変えましたね。長井選手としてはこの小手の連打からですね、 KO を狙っていくしかないですよね。ただね、あの小手の連打でもね、今みたいに振れましたら全然効かないんでね。初めて聞こえたか。そうですね、長井さん、入ってます、立って立って、ほら長井さん、入ってます。レフリーが入ります。脇を固めに来た長井ですが、これはレフリーが外しています。小手を狙っている、カウンターを狙っている、突き上げた、そして正面2発3発連打、逆に木村が返す、続き2発3発4発、両者の意地のぶつかり合い、両者の意地のぶつかり合い、小手突き上げる、膝元入れた方がいいですね、膝蹴りを。長井がここで一つ冷静になりたい、膝を使いたい、しかし効いていますね。効いてますよ、これは効いています、かなりふらついています。あっと、ここは連打、長いチャンスと見たか、長いチャンスと見たか、小手突き上げる、連打、うわ、出た、膝が出た、膝ですね、膝、もう一つ膝欲しいですね。さあ追い込んでいる、チャンス、長いチャンス、膝、そして小手連打、長いも疲れている、長いも疲れている、小手連打、顔面がかなり炸裂している。ロープダウン取らなくちゃダメです、ロープダウン、ストップかけて、ストップ、ロープダウン、ストップ、長井はここでちょっと振りを小さくしてですね、的確にやった方がいいですね。はい、カウンターを狙いたい、いや、しかし木村負けていない、木村負けていない、小手連発、長井の表情も歪んだ、逆に木村の右左の小手、これはすごい試合になりました。アクアバウト、膝が欲しいですね。さあチャンス、左膝が入った、長井右膝、はい、ストップ、ワン、ツー、ロープダウン、スリー、どうだ、フォー、キムラ、ファイブ、どうだ、シックス、セブン、やめさせて、ストップした方がいい、はい、ストップ、かけなくちゃダメです、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、両手を上げています、セブン、うわ、
からもうちょっと無理ですね。これは決まります。長い見事な勝ち。28分5秒ノックアウトで長い選手の勝ちでございます。28分5秒ノックアウト勝ち長い三ツ矢。いや、2人ともよくやりました。すいません、外れていいですか、はい、ちょっと心配なのは両者の状況。そうですね、これはもう2人ともかなり食ってますからね。今放送席から田中さんがまず木村サイドに行きました。まあ、しかし解説の中でも田中さんがもうあのロープダウンで止めるべきだと言ってましたね。もう完全に決まってますよ。木村選手もよくやったんですけどね。木村もよくやりました、ね、木村もよくやりました。両者が立ち上がった、両者が立ち上がった。やっぱあの2人の差はほとんどないですよ。そしてシェイクハンド、固い握手、両者よく頑張りました。アクアバウト、素晴らしい、本当に素晴らしい一戦となりました。いや、いい試合でした。こういうのから本当に友情が生まれるんですね。本当にこれだけ戦えばいいですね。長い、まあ、木村選手のよりですね、長井選手があの気迫とそれから練習量でちょっと上回ったところですよね。あの木村選手はですね、あのちょっと試験中でですね、なかなか思うように練習ができなくて、だけど実力的にはもうほとんど差がないんじゃないですか。で、長井選手があの寝技でですね、あの最後に防御を消したっていう作戦勝ちですね。あ、木村は惜しいところですね。田中さん、はい、今田中さんも惜しみない拍手を送りましたが、素晴らしい試合でしたね。いい試合ですね。今後のですね、彼らのね、レスラー生活にですね、非常にいい財産になった試合ですね。この無念の表情、木村、今何を考えている。よくやりました。あいつが途中で寝上げちゃってもうダメだって言ってたんで、でも彼も学生これ終わってプロ一本でやったら、なんか棒が恥ずかしかったですけど、なんか日本人ということでなんかすごい意識しちゃった。なんかみんな日本人やって外人やった時になんかプレッシャー感じるように、俺日本人で感じちゃったんです。